皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、タンザニアで独都竹島は韓国領である、そのように掘られた記念コインが発行されたというニュースが以前ありました。私はそのニュースについてお伝えしたのですが、その後一部はフェイクであるということが判明しました。そのことについて詳細を追った記事が出ているので、今回はそのことについて触れていこうと思います。それでは一体何がフェイクであったのか、記事をお聞きください。 FNN プライム、実はヨーロッパ製、疑惑の韓国、タンザニア、独都効果を徹底調査。なんでタンザニアという言葉が頭に浮かんだ。9月16日、韓国の公共放送 KBS が下記のニュースを報じた。独都が韓国の領土と表記された効果がタンザニアで今年7月に発行され、韓国の国内外で販売されている。韓国が独都として不法占拠している島根県の竹島について、遠いアフリカのタンザニアが独都 The Land of Korea という英文が記された硬貨を発行したというのだ。額面は3000シリング、日本円で約140円。タンザニアに行けば実際に使用できる硬貨との触れ込みだ。韓国 KBS の報道では、貨幣収集家の男性がインタビューで、韓国も独都効果を積極的に検討すべきだと力説する。この脈絡から判断するに、タンザニアも韓国領だと認めた独都をより国際社会に知らせる手段として、韓国も独都効果を導入しようということを伝えたいのだろう。ただ何か怪しい。そもそもなぜタンザニアが竹島を韓国領だと記した効果を発行したのだろうか。その経緯については報道では全く触れていないのだ。菅官房長官は完全否定、発行した事実はない。菅官房長官は放送翌日、会見で報道について言及した。在タンザニアの日本大使館から直ちにタンザニア外務省に事実関係を確認したところ、先方からは中央銀行を含めタンザニア政府としてそのような記念コインを発行した事実はない、このように回答がありました。菅官房長官は KBS の報道を完全否定したのだ。ますます怪しさを増すタンザニア独都コイン。その正体を暴くため、私たちはまず韓国国内で独都硬貨を販売しているソウルのコインショップに向かった。独都硬貨を製作したのはヨーロッパの会社。韓国ソウルの繁華街にあるビルの一室にその店はある。独都硬貨はすでに売り切れていたが、サンプルとして一つだけ保管されていて、実物を見ることができた。手に取ってみて驚いた。大きい、そして重い。サイズは手のひらにギリギリ収まる直径65mm、重さ 155.5g、純度 99% の銀製で、表面には竹島が正確かつ立体的に再現されている。韓国領と刻まれた岩が置かれている場所には、ご丁寧にクリスタルが輝く。裏側には、タンザニア3000シリングの文字と紋章が書かれている。価格は495,000ウォン、日本円で約45,000円と高額だ。コインショップの担当者はカメラ撮影 NG という条件付きで取材に応じてくれた。私たちの会社はあくまでも硬貨を販売するだけ。独都硬貨を製作したのはヨーロッパの硬貨製造会社だ。タンザニア独都硬貨はなんとアフリカではなくヨーロッパで作られたという。担当者は2018年11月、このヨーロッパの会社からこんなことを持ちかけられたというのだ。米朝首脳会談、南北首脳会談が開催された。ムンジェイン大統領もペクトゥンさんに言った。キム・ジョンウン委員長がアルラさんに来るという話もある。その2つの山に加えて、ドクターの効果も作るのだが、韓国で販売しないか。コインショップ側はこの提案に乗り、全発行数777枚のうち250枚余りを引き受け、韓国で販売したという。ただ、このヨーロッパの会社自体が独都硬貨を企画したのか、それとも別の誰かから発注を受けたのかは知らないと話す。どうやら真相の鍵を握るのはヨーロッパの会社のようだ。この会社の情報を何とか引き出そうとしたが、結局国名すら教えてくれなかった。会社の所在地はリヒテンシュタインだった。その後の私たちの調査の結果、ヨーロッパの会社はオーストリアとスイスの間に位置するリヒテンシュタインにある硬貨製造会社であることが分かった。
早速毒と効果の真相を聞くためコンタクトを試みた。担当者は会議中ということで直接話すことはできなかったが、一通のメールが送られてきた。毒と効果はタンザニア銀行によって正式に認可された効果です。現在タンザニア銀行とこの件について調査しており、調査後にプレスリリースを出します。毒と効果はタンザニアの中央銀行であるタンザニア銀行によって正式に認可を受け製造したものだと主張している。コインに詳しい関係者によると、コレクター向けの記念硬貨を製造する会社はヨーロッパを中心に複数ある。これらの会社はタンザニア、パラオ、クック諸島などから硬貨発行の認可を受け、自社企画や外部からの発注を受けて記念硬貨を作るのだ。一方、認可を出す国は認可料や国の広報を目的にしているという。調べてみると、サンリオの人気キャラクターキティちゃんの記念硬貨がクック諸島の硬貨として何種類も製造されていて、こうした記念硬貨がそれほど珍しいものではないことが分かった。タンザニア銀行が驚きの発表。最後にタンザニア銀行にコンタクトを試みた。なかなか電話がつながらないため問い合わせのメールを送り返信を待っていたところ、突如9月18日付で以下の発表文を公表した。ソーシャルメディアで2019年7月にタンザニア銀行が表側に毒と裏側にタンザニアの紋章を描いた記念硬貨を発行したという噂が流れていますが、これは悪意のある噂で根拠のないものであるということをはっきりさせていただきたく存じます。またそのような硬貨を作る会社とも一切契約していません。なんと悪意のある噂との表現で毒と硬貨には一切関わっていないと断言したのだ。タンザニア銀行が認可を出したとするリヒテンシュタインの硬貨製造会社の主張とはまるで正反対だ。タンザニア銀行の発表が正しいなら、タンザニアが毒と硬貨を発行したとの韓国 KBS の報道は明らかな誤報と言わざるを得ない。結局誰のどんな意図によって毒と硬貨が製作されたのかは明らかになっていないが、少なくともタンザニアが竹島を韓国領だと認めたという事実はなさそうだ。タンザニア銀行の発表について再びリヒテンシュタインの硬貨製造会社に取材を申し入れているが、現時点で回答は届いていない。疑惑の毒と硬貨を報道してしまう韓国メディア。日韓関係はいわゆる徴用工問題や慰安婦問題なので悪化の一途をたどっている。日本が韓国を輸出管理上の最優遇対象国から除外した措置への対抗として、8月31日には韓国の国会議員6人が竹島に上陸した。韓国側の挑発によって関係悪化に拍車がかかっていて、韓国メディアによる日本批判はもはや日常の光景となった。こうした日本叩きの流れの中で、公共放送ですら正体の知れないタンザニア毒と硬貨に飛びつき報道してしまうというのが現在の韓国内の実情と言えるだろう。なお、タンザニア銀行の発表を受けて韓国 KBS にもコメントを求めているが、今のところ返答はない。このような追加取材というものが行われているのですが、韓国側の反応というのは少し微妙に違います。そのことを伝える記事についてもお伝えしましょう。タンザニア政府が竹島は韓国領コイン発行を否定。韓国関係者、日本の聞き方の問題かも。2019年9月18日韓国聯合ニュースは、毒とは韓国領タンザニアの記念コインの真相が物議とする記事を掲載した。韓国の一部メディアは最近、タンザニアが毒との韓国領と表記した記念コインを発行したと報道した。コインには海に浮かぶ島とともに毒とザ・ランド・オブ・コリアとの文字が刻まれており、反対の面にはタンザニア3000シリングと表記されているという。これに対し菅官房長官は17日の定例会見で、中タンザニア日本大使館がタンザニア外務省に事実関係を確認した結果、中央銀行を含めタンザニア政府がそのような記念コインを発行した事実はないとの回答があったと話した。記事によると、このコインは今年7月に発行され、韓国内でも販売されていた。韓国の販売業者プンサンファドンはこのコインについて、欧州企業が企画制作したものでタンザニア中央銀行の承認を得て発行されたものと主張。韓国銀行も同様の回答をしたという。タンザニア政府が発行の事実を否定したことについて、プンサンファドンの関係者は正確なことはわからないとしつつも、推測ではあるが
日本政府がタンザニアが自らドクトコインを発行したのかと聞いたため、そうではないと否認した可能性がある。発行の承認をしたかどうかを聞いていたらきちんと答えたはずだと述べている。これについて記事は、つまりタンザニアが韓国のことを特別に思ってコインを発行したというよりは、これまで行ってきた収益事業の一環として外国民間企業の記念コインの発行を承認したと考えられると説明している。現在韓国政府は事実関係の確認を進めており、外交関係者はタンザニア政府が近く公式な立場を表明すると話したという。それではこれまでに分かったことを一通りまとめてみましょう。まず発行会社そのものはヨーロッパの会社である。発行枚数は777枚、額面は3000シリング日本円で約140円、しかし銀製で非常に大きいものであるため販売額は49万5000ウォン日本円で約4万5000円とのことでした。ちなみにインターネット上では額面が3000シリング約140円であることから、すぐにフェイクニュースで分かったのではないかという指摘もあるのですが、記念コインの場合はこうした額面がいくらであるかというのはあまり販売額とは関係のないものです。例えば日本においても記念硬貨というものは発行されていますが、その額面通りの値段で売られているということは基本的にはありません。例えば現在行われているラグビーワールドカップにおける記念硬貨というものも発行されているのですが、額面1000円のこの記念硬貨、販売額は9800円です。また天皇陛下が即位された記念に作られた記念硬貨においては額面は1万円ですが、販売額は14万円となっています。このように額面がいくらであるからフェイクニュースというのがすぐにわかるかというと、なかなかわからないのが現実です。あくまでも販売するということを前提にしているため、額面がいくらであろうとも、そこに使われている金属やレア度によってその販売額が変わるからです。今回のタンザニアの硬貨においても額面は3000シリング約140円と安いのですが、日本円で販売額は約4万5000円ということなので、おそらく大きさに見合った額というのが付けられていたものと思われます。もちろんこうしたコインというのは実際の市場で使うというようなことを想定はしておらず、あくまでもコレクターズアイテムという面が大きいでしょう。追加の取材が行われたことにより、この硬貨の存在そのものはまず確認されました。777枚の発行で、その販売額は4万5000円。そのほとんどがすでにコレクターたちによって買い取られて、世界のどこかに散らばっているという状態なわけです。ですから、今回の件で何が一体フェイクだったかといえば、タンザニア政府がこれを認めたという部分についてが最大のフェイクニュースです。そしてこのフェイクニュースとなる第一報を伝えたのが、韓国 KBS という放送局であることが、これがまた大きな問題です。韓国 KBS は日本における NHK のような公共放送です。民放の局ではありません。韓国 KBS はその放送受信料について言えば、電気代と一緒に徴収されるという具合にして、韓国の国民なら等しくその徴収を受けざるを得ないような、そのような存在です。そのような公共放送が第一報として、ドクトは韓国領であるというような政治的なメッセージを放送として流したのです。問題はさらに続きます。今回私は中央日報の記事からまずこのニュースを報じたわけですが、中央日報の記事は現在もなお訂正されずに今もなお掲載されています。そしてこのニュースの中でも触れられていますが、韓国 KBS がこの件に関して訂正やお詫びの放送といったものを流したという続報は入っていません。つまり KBS はこの件に関してすでに黙秘している状態で、この件をうやむやのまま終わらせようとしています。しかし日本政府の問い合わせに対して、タンザニア政府がそのような事実はないというふうにして否定したわけで、その後出てきたタンザニア銀行による声明も見ればわかる通り、タンザニアは一切この件に関与していないことが明らかになっています。ですから今回のドクトは韓国領というような内容のコインについては、あくまでも政治的な意図を持って誰かがこのコインを発行したということだけが事実として残ったことになります。もちろんその発行に一体誰が関与したのかという真相についてはおそらくはもう明らかにならないでしょう。発行会社が誰からの企画でこのような
コインを発行することになったのかといったことについて発表しない限りは真相は闇の中です。しかし一つ明らかなのは、このような政治的なメッセージを誰が一体喜んで発信するのかとなれば、犯人は韓国の誰かというふうにしか考えることはできません。もちろん国籍は変わっているかもしれません。例えば韓国で生まれ育った人がヨーロッパに移住して、現在はヨーロッパのどこかの国の国籍に変わっているかもしれません。そのような立場の人であったとしても、必ず韓国に何かしら政治的なシンパシーを感じているような人が今回の企画を立てたというのは間違いないでしょう。もしかしたら韓国政府や、もしくは韓国政府の広報資金というものがある程度出回った結果として、このような効果発行につながったかもしれません。少なくともこれが金銭目的というよりも、あくまでも政治的な意図を持った行動の一環だったと考える方がよほど自然なのではないでしょうか。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。なお、この動画においては韓国という単語を非常に多く使っています。それはこの言葉を使わないとなかなか伝わりづらい内容だからです。おそらくこうした韓国という国名を使うことによって、私は不適切動画だというふうにして、また Google からお叱りを受けるのでしょうが、しかし内容それ自体に何か問題があるというわけではないので、絶対に私は屈するつもりはありません。それはそれとして、フェイクニュースの片棒を担いでしまったというのは私自身も非常に悔やんでいます。しかしこの件について反省もしながらも、私は韓国についてのニュースというものを解説を続けていこうと思っています。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画への高評価、また SNS での拡散等についても大歓迎です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。